キシユタの選んだ沼ソングが注目を集める。ボンジョビのイッツマイライフに込められた意味とはボンジョビのイッツマイライフは2000年にリリースされて以来、世界中で愛され続けている名曲です。この曲の力強いメッセージとエネルギッシュなメロディーは多くの人々に勇気と希望を与えてきました。特に日本でも幅広い世代にわたって支持されており、 最近ではナンバーアンダーライン愛の岸優太さんがこの曲を沼ソングとして紹介したことで再び注目を集めています。岸優太さんは TBS の CDTV ライブライブに出演し It's My Life を自身の沼ソングとして紹介しました。この沼ソングという言葉は一度聴くとその魅力に取りつかれ何度も繰り返し聴いてしまう曲を指します。 キシさんがこの曲を選んだ理由には、彼自身の人生観や音楽への情熱が色濃く反映されています。彼は、命ある限り精一杯生きたいというこの曲の歌詞に深く共感し、自身のキャリアや人生における指針としていると言います。ボンジョビの It's My Life は、発売当初から多くの人々に愛されてきましたが、 特に若い世代に対して強い影響を与えてきました。この曲は自己肯定感を高め自分自身の人生を力強く切り開いていくことの重要性を訴えかけています。そのため、騎士さんのように夢を追いかける若者たちにとって非常に励みになる曲と言えるでしょう。騎士さんがこの曲を紹介したことで彼のファンはもちろん ボンジョビのファンも再びこの曲に注目するようになりました。特に、岸さんが歌詞の意味を和訳して紹介してくれたことで、英語が苦手な日本のファンにもそのメッセージがより深く伝わるようになりました。彼が、イッツマイライフに感じた共感や感動は多くの視聴者に共有され、再びこの曲が愛されるきっかけとなりました。ボンジョビのイッツマイライフは、 リリースから20年以上経った今でも、そのメッセージの力強さは色あせることがありません。この曲の歌詞には、人生を自分のものとして生きることの大切さが語られています。これは、どの時代においても普遍的なテーマであり、特に現代の若者にとって強い共感を呼び起こします。岸さんがこの曲を紹介した背景には、 彼自身が音楽を通じて自己を表現し、多くの人々に希望と勇気を与えたいという思いが込められているのでしょう。また、岸さんがイッツマイライフを選んだ理由には、彼自身の経験や背景も影響していると思われます。彼は若い頃から音楽に情熱を注ぎ、その中で様々な困難や挑戦を乗り越えてきました。その過程で、 It's My Life の持つメッセージが彼の心に深く響いたのでしょう。この曲は彼にとって自己の信念を再確認し、さらに前進する力を与えてくれる存在だったのです。岸さんの紹介をきっかけに、ボンジョビの It's My Life は再び日本の音楽シーンで注目を浴びています。特に若い世代にとってこの曲は新たな発見となり、 その力強いメッセージに感銘を受ける人が増えています。岸さん自身も自分の音楽活動を通じてこの曲のメッセージを広め、多くの人々に勇気を与えたいと考えていることでしょう。It's My Life は単なる一曲のロックソングではなく、多くの人々に生きる力を与えるアンセムとなっています。岸さんがこの曲を紹介したことで、 そのメッセージはさらに多くの人々に伝わり、彼のファンだけでなく、ボンジョビのファンや音楽を愛する全ての人々にとって新たなインスピレーションとなっています。キシユタさんの影響力は大きく、彼が It's My Life を紹介したことで、この曲が持つ普遍的なメッセージが再び現代のリスナーに響き渡ることとなりました。彼のファン層は幅広く、 特に若い世代の中には初めてこの曲を聴く人も多かったでしょう。彼らにとって騎士さんが紹介することで新たな音楽の世界が広がり、イッツマイライフのメッセージが心に深く刻まれることとなりました。ボンジョビのイッツマイライフはアメリカンロックの象徴的な存在であり続けています。その理由の一つは曲自体の力強さとエネルギーにあります。 この曲は、イントロから最後まで一貫して高揚感を保ち、聴く者に勇気と希望を与えます。という歌詞は、自分の人生を主体的に生きることの重要性を強く訴えかけます。このメッセージは、どの時代においても共感を呼び起こし、多くの人々に生きる力を与え続けています。岸さんがこの曲を紹介したことにより、 ボンジョビの音楽が再評価されるきっかけとなりました。特に若い世代にとって新たな音楽の発見はその後の人生に大きな影響を与えることがあります。彼らは It's My Life を通じて自己表現や自己肯定感を高めることができ、さらに広い視野で音楽を楽しむことができるようになるでしょう。また、岸さん自身もこの曲を通じて 自分の信念や夢を再確認し、さらなる挑戦へと向かうエネルギーを得ているのではないでしょうか。音楽は言葉を超えたコミュニケーションの手段であり、心と心を結びつける力を持っています。ボンジョビの It's My Life は、まさにその力を体現した楽曲です。この曲が持つエネルギーとメッセージは、国境や世代を超えて多くの人々に影響を与え続けています。 岸さんがこの曲を選んだ背景には、彼自身の音楽への情熱と、それを通じて多くの人々にポジティブな影響を与えたいという思いが込められているのでしょう。さらに、音楽を通じて自己を表現することの重要性も、この曲から学ぶことができます。It's My Life は、自分自身の人生を力強く生きることの大切さを教えてくれます。 キシさんがこの曲を紹介したことで、多くのファンが自分自身の人生と向き合い、新たな一歩を踏み出す勇気を得たことでしょう。音楽は、時に言葉以上の力を持ち、聴く者の,の心に深く響きます。キシさんが、イッツ・マイ・ライフを選んだことは、彼の音楽への真摯な姿勢と、ファンへの深い愛情の現れでもあります。ボンジョビの、イッツ・マイ・ライフは、 これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。その普遍的なメッセージは、どの時代にも共通するテーマであり、特に自己実現を目指す若者にとっては励みとなるでしょう。岸さんがこの曲を紹介したことにより、新たなファンが生まれ、さらに多くの人々がこの曲の持つ力を感じることができました。最終的に、音楽は人と人を結びつける力を持っています。 キシユタさんとボンジョビの It's My Life という楽曲が結びついたことで新たな音楽の物語が生まれました。この物語は音楽を通じて多くの人々に感動と希望を与え続けるでしょう。キシさんがこの曲を選んだことは彼自身の人生と音楽への情熱。